のおなじみの洗い囃子を聞くと燃え上がる方も多いのではないでしょうか。今日はハッピー姿で登場、みよこうニュースの高橋です。みよこう三大祭りの一つ洗い祭りが7月31日に前夜祭、8月1日に本祭りという日程で洗い駅前の旭町中町通りなどで開催されます。祭りのメインは本祭りに行われるこの国一番大綱担ぎです。長さ80メートル、重さ2トンの大綱を約300人の人が担ぎます。洗いの街中を激しく蛇行しながら進む大綱、威勢のいい掛け声を上げ力強く練り歩く和歌集、豪快、勇壮、ド迫力、この大綱担ぎは8月1日午後4時40分いきいきプラザ前スタートです。ぜひ会場で間近でご覧ください。詳しくはお知らせ版7月15日号で。それでは今週のみよこうニュースの放送内容をお知らせします。この後は市内の出来事で飛騨北小の土器作り、洗い中央小の下刈り体験などの話題をお伝えします。特集は市民活動紹介、今回は手話サークルアジサイの皆さんの活動を紹介します。今回も最後までご覧ください。それでは市内の出来事をどうぞ。ここでは市内の話題を紹介します。まずはじめに洗い地域旭町で行われた軽トラック市の話題です。軽トラックの荷台を店舗に見立て商品を販売する軽トラック市、中心市街地の商工振興会や市などで作る街中にぎわいイベント実行委員会が主催して実施しているこの軽トラック市が今年も開催されています。軽トラック市は中心市街地の活性化や商工業者、生産者、市民の交流を深めることなどを目的に一昨年から開催されています。中町通りと旭町通りを交互に会場として軽トラックの荷台を即席店舗とし、さまざまな商品を自由に販売します。7月12日には今年度2回目となる軽トラック市が旭町通りを会場に開かれました。12日の当日は午前9時過ぎからおよそ20台分の店舗が出店、野菜や果物などの農産物やそれらを加工した加工品、まんじゅうや大福などのお菓子のほか、日用品、雑貨などのお店も並び、にぎわいを見せていました。訪れた方は店舗を見て回ったり味見をしたりしながら買い物を楽しんでいました。ちょっと手上げなんで形はあれかもしれないんですけど、修理ダメなの、ホワイトね、ゴムみたいだ。なお次回の軽トラック市は8月22日中町通りを会場にして開催される予定です。次はいきいきプラザで行われたスマイルショップ感謝祭の話題です。洗い地域中町にある福祉と商業の拠点施設いきいきプラザ1階に出店するスマイルショップの皆さんが7月16日日頃の利用に対するお礼の気持ちを表す感謝祭を開きました。いきいきプラザの1階には補聴器を扱うお店や衣類を取り扱うお店、手打ちそばやお惣菜、野菜などを販売するお店、
ラーメン、ケーキ、コーヒーなどを提供する軽食喫茶の4つのお店があります。この4つのお店をスマイルショップといい、毎年7月と12月には感謝祭を開くのが恒例となっています。こういう施設をご利用させていた私どもがさせていただく意味で、まあ、1年に一遍ぐらいは皆さんに感謝の気持ちを込めて、まあ、サービスしようと、まあ、それが第一の目的です。であとは皆さんからはね来ていただいて、この広場を使っていただいて、あ、いかったわとなるような感じでもって、ね、輪を広げていって あなたも来るとはというふうに思って、商売も広がっていけばいいかなと思ってるんですけど。7月16日の感謝祭ではスマイルショップで100円以上の買い物をした方にぜんざいが振る舞われました。ここ来て休んで何か食べるね、買って食べたりするしてるの。あ、じゃあ結構じゃあここはいい休み場所として、私してそのそばだもん休み場所にしてる。ぜんざいのサービスがありましたけど、うん、いかがでした？美味しかった。上手にしてあるもんね。いきいきプラザのスマイルショップでは12月にも感謝祭を開く予定です。スマイルショップの関係者はぜひ大勢の皆さんに普段から利用していただきたいですねと話していました。